本塁打王と2度目の MVP に輝き、プロスポーツ史上最高となる総額7億ドルで、ロサンゼルスドジャースに移籍した大谷翔平。名実ともに史上最高の野球選手は、どこまで進化を続けるのだろうか。ここでは、野球の母国、アメリカの記者たちが、大谷翔平について語った、ヨネバン記者が見た大谷翔平メジャー史上最高選手の実像、朝日新書、より一部を抜粋。アメリカの日刊誌ロサンゼルスタイムズのスポーツコラムニスト、ディラン・ヘルナンデス氏と、アメリカのスポーツ専門サイト、ジアスレチックの記者、サム・ブラム氏、アメリカ在住の日本人ジャーナリスト志村智也氏の3人が、大谷翔平の素顔について語った内容を紹介する、全2回の1回目、2回目に続く。素の大谷翔平、智也クラブハウスなどフィールド外での大谷翔平選手について、印象に残っているエピソードはある。サム彼がどんな人間で、どんなことを考えているのか、ほとんど明かしてくれないのは、逆に彼を興味深い人間にしている。多くのファンが大谷翔平の人間性について何も知らないのは、彼がいかにメディアと話したり関わる機会が少ないかということ。でもファンの人たちは、大谷翔平のプレーを見られれば、それで満足している。誰だけの活躍をしていれば、メディアに話そうが話すまいが関係ないからね。アンソニー・レンドーンのように怪我をしてほとんどプレーしていない選手の場合は、何も語らなければファンも気にするけど。エンゼルスを取材していて気づいたのは、いかに大谷翔平がチームメイトに愛されているか。普通、大谷翔平のようにメディアに対応しないで、代わりに周りが毎日のように大谷翔平についての質問ばかりを受けるような状況だったら、嫌がる人も出てくると思う。でも、エンゼルスでの大谷翔平に限って言えば、そんなことはなかった。それだけ周りが彼に敬意を持っているんだと思う。フィールドやベンチでの様子を見ていると、大谷翔平はいつもジョークを言って楽しそうにしている。記者への接し方について言えば、彼は軽い挨拶をするような時ですら、タイミングを選んでいると感じる。普段は僕らが存在すらしていないような扱いだから。日本語で、こんにちは、と、さよならを学んで、彼が通りかかった時に使ってみたことがある。そしたら振り向いて笑い出したんだ。他の選手には近寄って行って普通に話すことができるけど、大谷翔平はあまりにもちゃんと交流する機会がないから、そうしたわずかな人間同士としての交流にも感動したよ。大谷翔平は選手なんかには普通の人として接するけど、僕らメディアとは、よほどのことがないと交流しようとはしない。だからこそ彼が接してくれた時は感動した。職業柄、普段から近くにいる野球選手を見て緊張したり特別な気持ちを抱いたりはしない。でも大谷翔平が僕の、さよなら、という日本語を聞いてパーフェクトと言った時は、よし、彼を感心させたぞと喜んだよ。大谷翔平は謎めいていて理解するのが難しい。でも、彼の些細なやりとりを見ていると見えてくることもある。ルーカス・ジオリートがエンゼルスに移籍した時に、二人とも同じくらいの身長で、大谷翔平がジオリートの身長を当てようとしているのを見た。確かジオリートが少し高かったのかな？セントルイスでラース・ヌートバーに聞いた話なんだけど、彼が大谷翔平に、ランチを食べに行かないかとテキストメッセージを送ったら、大谷翔平は、寝ていると答えたんだって。おかしかったよ。だって、テキストメッセージに返信したってことは、起きているんだから。大谷翔平は遠征中は外出はしないみたい。バスでホテルと球場を行き来するだけ。人目につきたくないんだろうね。たとえ一緒に WBC を戦った仲間とのランチでさえ。野球界の数少ないスーパースターの一人だから仕方ない。その後、大谷翔平とヌートバーは結局、どこかで会ったとは聞いたけど。会見で、何なんだ今の質問はと。ディラン、大谷翔平はユーモアのセンスがあると思う。彼の会見は、まずは現地メディアによる英語での質問に答えてから、日本メディアからの日本語での質問に移る。僕は日本メディアの会見にも残ってやりとりを聞くんだけど、質問内容が違って面白いんだ。日本の記者は技術的なことを細かく聞く。例えばいつもより手の位置が3センチくらい下がっているように見えましたけど、とか。そういう質問が5、6個続いた後に、ちょっと変わった質問をするようにしているんだ。彼がどう反応するかを見たいから、カブスがアナハイムに遠征に来た時に、鈴木誠也が野球を教えてって言っても全然教えてくれない。
ケチ谷って呼んでいますと言っていたから、大谷翔平に、鈴木選手がケチ谷って呼んでましたけど、と言うと、笑いながら、人に教えられるほど、良いバッティングはできていない、みたいなことを答えた。でも、表情とか声のトーンから、ユーモアを理解しているなと感じた。通訳の一平をいじるのも好き。一平が兜をかぶった時に、似合ってないみたいなことを言ったり。時々、そういうお茶目な面を見せる。笑った表情が良いというのもポジティブな印象を与えていると思う。それにすごく礼儀正しい。攻撃的になることもない。オールスターゲームの時に、多くの記者が、シーズン後にフリーエージェントになることについて聞いていた。僕もそれに関して直球でその質問を投げかけてみた。その時は聞こえなかったんだけど、後で音声レコーダーを聞いてみたら、何なんだ今の質問はとつぶやいているのが記録されていたよ。彼をイラつかせていたことに全く気づかなかった。日本人選手は、日本メディアと奇妙な関係にあることが多い。彼らは、母国でどう見られているかの方が気になるから。多分僕やサムのようなアメリカの記者が英語で何を書いているかは気にしていないと思う。日本語の記事は、日本で友達や家族も読んでいるから、日本の記者とはちょっと緊張した冷たい関係があるんだと思う。日本の記者たちは、試合中のカメラに映し出される大谷翔平の感じが、自分たちへの態度に比べて、いかに温かみがあるかをいつもジョークにしている。一平が、大谷翔平に入れないとボコボコにするぞって、アメリカ人記者が明かす、大谷翔平と水原一平が築いていた、特別な関係、へ続く。大谷翔平6号に味方ベンチが、ドン引き、出迎え時は呆れ笑い、大喜びの観客とは対照的。敵地で大喜びのドジャースファンとは対照的。米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は23日、日本時間24日、敵地で行われたナショナルズ戦に2番 DH で先発し、9回の打席で右翼2階席に飛び込む6号ソロを放った。打球速度も、飛距離も規格外の一撃に衝撃を受けているのが、チームメイトのドジャースナインだ。スタンドで大喜びするファンとは対照的にドン引きする姿は、中継カメラにも映っていた。この日の6号は、9回に右腕バーンズの変化球を右翼2階席へ放り込んだもの。時速 118.7 マイル、約 191.02 キロ、飛距離450フィート、約137メートル、という一撃は、打球速度で今季メジャー最速だっただけではなく、2015年のスタッドキャスト導入後、ドジャース史上最速の弾丸ライナーだった。文字通り、インパクトからあっという間にスタンドへ突き刺さった。中継カメラでは右翼席でボールを争う現地ファンや、ドジャースのベンチ上でボードを掲げ大喜びする観客を捉えているが、それとは対照的なのがドジャースナインの様子だ。本塁打直後のベンチは意外なほどに静か、信じられないといった様子で打球を見つめ、ドン引きしているようにも見える。もはや呆れ笑いのような表情で、生還した大谷翔平を出迎えたナイン。恒例のひまわりの種も盛大にかけられたものの、いつも一緒にいる味方すら驚かせる大谷翔平。進化した打撃は、どこまで凄みを増していくのか。